皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日プロが教える U フレットの使い方なんていう動画をアップロードしましたけども、いかがだったでしょうか。そちらの動画にね、たくさんコメントとか質問とかをいただいて、それをガーッと拝見すると、おこの質問はちょっと面白いぞっていうのがいくつかありましたので、動画の中でですね、ちょっと皆様にご紹介させていただこうかなという流れの、趣旨の動画でございます。で、今日、早速まず一つ目に紹介させていただきたい質問はこちら、ドドン。きつねうどんさんからのお便り、F シャープと G フラットの違いを教えてください。同じという人もいれば全く別物だという人もいて、もう何が何だかって感じです。滝沢先生の見解を伺いたいです、というご質問でございます。これ何気に画面の向こうの皆様、すごいあの分かるってなってると思うんですけども、いかがでしょうか。俺それを全く同じこと思ってた、俺全く同じ疑問を持ったことがあるみたいな感じで、それ俺も気になってたんだよって方、何気にたくさんいらっしゃるかと思います。そんな方はぜひあのコメントにあのきつねうどんさんグッジョブって書いておいてください。きつねうどんさんナイスっつって、ナイス質問みたいな感じでコメントを打っといてください。そうするときつねうどんさんがきっと喜ぶそんな感じでございます。で、これね、なぜこんなことが発生するのかというと、見方とかね、立場の違いによってその変わるからなんですよ。コメントにある通り、全く同じという人もいるけれども、全く別物という人もいます。これはもう事実で、何が違うのかっていうと、立場とか見方とかが違うっていう話なんです。ちょっと例え話でいきますよ。例え話で、その音名から一回離れて、音から一回離れて、ちょっと横にしようかな、こんな感じでいきましょうか。僕ら日本人にとってこれなんて呼びます？皆さんが街中でバーッと歩いててこの名前が出てきました、なんて呼びますか？まあ当然ですけど中山と呼びますよね。当然ですけど中山です。日本人から見てこれはもう、ね、中山です。僕がお店があるその JR 相模原駅の横浜線沿いにもありますよ、中山駅。中山駅あるんですけど、この中山、台湾の台北の中心地にも全く同じ名前の駅があるんですよ、中山駅。でも中山じゃなくて台湾ではこれね、ジョンシャンって読むんです、ジョンシャン。だからタクシーに乗ってそのね、あの中山お願いしますとか、中山行きたいですとか、ホテルの受付とかにそうね、あのキャナハウキャナゲットさ、中山ステーションとか言ってもね、絶対通じないの。中山はジョンシャンって言うので絶対通じないの。なんでかっていうと、台湾ではこれはもうね、ジョンシャンって呼ぶのが普通だから。けど日本人にとってはこれは中山、これは台湾人にとっては中山。けど漢字の字面は全く変わんないわけですよ。ここは絶対的なものなんです。だから同じものっていう人は、これを同じものっていう人はここを見てるんです。で、全く別物っていう人はここを見てるんです。だからこれをね、どっちを、基準に考えてるか見てるかによって答え方が変わるんですよ、こういう話で。ちょっとあの本題に移って、さっきのファシャープの音に行きましょうか。あの音って周波数だから、例えばその F シャープ5 730 739Hz 約、なんか細かいことを言う人がいるから約とかつけておきましょう。なんかこうね、739点いくついくついくつですとか、なんかコメントする人いるんですよ、ほんまに。まあこう、まあいいんですけど中山という絶対的なものがあるという例えでいきました。で、その次、周波数739回、1秒間に739回こうね、波が振動したものが音なわけですけども、じゃあこの 739Hz を名前付けるとしたならばどうしたらいいかっていうことで、2つの立場が出てくるわけなんです。それが何かと申しますと、ファシャープ、つまりその F シャープですね、 F シャープと呼ぶ人、それをもしくは G フラットって呼ぶ人、こんな感じの違いなわけです。さっきみたいに日本人台湾人と同じ感じで、そのキーが違うんです。こっちはその F シャープ人とか G フラット人じゃなくて、その日本に住んでるか、なんかロシアに住んでるかみたいな感じで、キーがその、例えばこっちだったら、D の世界にしましょう。キーが D の世界で、こっちに関してはキーが、C フラットの世界とかなんです。同じ音名だけれども、その住んでるキーの世界が違うことによって、この 739Hz の呼び方が変わるんです。こんなノリで、これをさっききつねうどんさんが言ってくれたように、ここで見てる人は全く変わらないって言い方をするんですけども、ここで見てる人は全然違う、全く別物って言い方をするんです。これが答えです。で、そもそもこういうことが何で起きてしまうのかっていうと、別に日本に住んでたら日本語喋らなきゃいけないっていうルールはないけども、音楽に関してはキー D に住んでたらば、この音を F シャープと呼ばなければいけないっていうルールがあるんです。キー C フラットの世界に住んでたら、この音は G フラットと呼ばなければいけないっていうルールが存在するんですよ。
で、そのルールにのっとった上で、コードを表示していくと、こういうこの差異が現れるっていう感じなんです。でも元の音は全く一緒。こういうことでございます。で、きつねうどんさん、なんとなく分かっていただけたかと思うんですけども、もうちょっと興味がありましたら、少し、深く掘り下げていきましょう。そのルール、さっき言ったそういうキーが D の時は F シャープと呼ばなければいけないし、キーが C フラットの時は G フラットと呼ばなければいけないっていうルールはなぜ存在するのか、これを覚えてしまえばもうバッチリ、これが分かればもうバッチリ、いきましょうまず、そのキーというのはそもそも何なのかっていう話はあるんですけれども、まあそのどのキーにおいても、どのキーにおいても、マイナーであろうがメジャーであろうが、もう G でも C でも D でも何でもいいんですけれども、どのキーにおいても7個、普通に使える音っていうのがあるんです。ちょっくら分かりやすいように、イタリア語で表記していきましょう。キーが、どの世界だったとします。どの世界。本当はまあ C って言い方しなきゃいけないんだけども、まあ、ドの音が、中心になっている世界型とします。じゃあ、この世界はどの音の世界、ドが、中心の世界です。どの音を基準に音階を作っていきます。うふふふっていう、なんかそういうこのルールが出てくるんですけども、じゃあ、キー、ドの世界において使える音は何ですかとなったときに、順番に並べるんです。ドレミファソラシ。1、2、3、4、5、6、7。こんな感じで7個の音が出てくるんです。で、ここにそのね、シャープとかフラットとかつけて都合をつけていくんですけども、キーがどの世界に関しては、こうか不こうか、たまたま偶然の産物として、このまま使えるんです。これがそのキー、どの世界で使える音階。ちょっとその次行ってみましょう。キーがじゃあレの世界にしましょう。キー、レの世界。同じようにレ、から、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドと、まず並べます。で、ここで、レの世界においてはですね、ちょっとこのままじゃダメで、ファとドにシャープをつけなければいけないんです。こんな感じ。このシャープをつけなければいけない理由とか、その位置に関しては、これちょっとまた別のスケールという話になってくるんで、興味があったらまた別途、調べてください。これ、話し始めるとまた30分くらいかかっちゃうから、ちょっとそういうものだと、ここは割り切ってください。で、他にも、まあ、いろんな世界があるんですけれども、じゃあ、例えば、ソフラットの世界があったとしましょう。ソフラットの世界。ソーラシドレミファという7個の音があって、ここと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 、ここにファをつけなければいけないんです。この世界は。あ、ファじゃねえ、フラットをつけなければいけないんです。こんなノリで、ちょっとここで一つ立ち止まって考えてみていただきたいんですけれども、考えてみていただきたいんですけれども、このドフラットの音、ちょっと注目してみましょうか。ドフラット。ドフラット。ドフラットって、シと同じなんですよ。ドフラットはシと同じ。ちょっとヘルツは分かんないですけれども、このドフラットとシフラット、出してるそのヘルツの音はもう全く一緒です。数字、なんとかなんとかヘルツに割り合わせるんですけれども、このヘルツは全く一緒です。けど、出てきましたよ。ソフラットの世界では、これは、この音は、ドフラットって言わなきゃいけないんですけれども、けど、キー、ドの世界においては、シでいいんですよ。けど、こっちはドフラットじゃなきゃダメ。バチ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 。これを、なぜ起こるのかを、ちょっくら説明させていただきましょう。まず、さっき言った通り、そのね、世界のこの基準があるわけです。ソーラシドレミファって感じで。これをまず一旦並べてから、フラットとかシャープをつけなければいけないっていうルールがあるのが、まずこれ一つ目。だから、その同じ名前が出てきちゃダメなんですよ。そう、一回そのね、ドレミファソラシとか、レミファソラシドとか、ソーラシドレミファって書いてから、調合をバッとつけて、調整していかなきゃいけないっていうルールがあるっていうのが、まず一つ目です。このルールによって、まずこのね、使える音名が変わるってのが一つ。で、二つ目のルールとしては、さっきとまあ重複するところではあるんだけども、この一つの世界の中に、同じ名前を二回使っちゃいけないっていうルールがあるんです。同じ名前を二回使っちゃいけない。すでにもうここでね、この死っていう名前を使っちゃってるから、もうこの世界では死の名前を使うことができないんですよ。死なんとかっていう言い方をすると、もうこの死が被ってしまって、わけわからんかなってなってしまうんで、この世界では同じ名前は1個しか使えない。これがルール2つって感じです。ルール1に関しては、まず音名を並べなければいけないっていう都合がある。で、ルール2個目に関しては、この世界で
2つ同じ音を使ってはいけないっていうルールがある。こういう理由からなんです。ちょっくらさっきの、キツネうどんさんじゃキツネたぬきさんでしたっけの名前ちょっとごめんなさい早速失念しまいましたけど失念してしまいましたけども、ファシャープとかの話してみましょう。さっきの 739Hz は、ファシャープとも取れるしソフラットとも取れます。これはもうその世界によって変わります。ちょっと順番にエクスプロール、見ていってみましょう。まあ、例えばですけども、キーが D の世界があったとします。キー D の世界。で、この D の世界において使える音程は何ですかといくとすると、さっき書きましたけども、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドとなります。で、とある理由により F シャープと C がシャープします。この世界においては 739Hz の音はファシャープと呼ばなければいけません。で、他にもう一つ。キー C フラットの世界。この C フラットの世界において使える音程、音階というのは、こんな感じになりまして、全部フラットがつきます。こんな感じ。で、問題のところはこいつです。こいつと、あとこいつ。この人、この人。こう見た方がいいか。絶対的なこの 739Hz は全く変わらないんだけども、こっちの世界では F シャープと呼ばなければいけません。こっちの世界では G シャープフラットと呼ばなければいけません。こんな理由からでございました。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。さっきも言ったけどね、このシャープがつかなければいけない理由とか、フラットがつかなければいけない理由に関しては、これはどっちかというとスケールの話になってくるんで、もし興味があれば、スケールの方も勉強してみてください。なんとなく分かっていただけたかと思います。そんな理由から、こういう2つの名前が存在するということでございました。まとめると、住んでる世界が違うと見方が変わるということでございます。ありがとうございました。もし、またこうですね、この動画の中でさらなる、疑問が出てきたら、さらなる質問が出てきましたら、ちょっと僕もですね、パーッとコメントを見て、面白いものをピックアップさせていただこうと思いますので、よければ、ご意見、ご感想、そしてリクエスト、ご質問などバシバシとコメントしていただきますと幸いでございます。それでは今回の動画は以上で終わりにさせていただきましょう。最後に私、滝沢勝成、ツイッターなどをやっております。ツイッターで TAKIJAWA、滝沢という名前で、ツイッターやっております。ID で滝沢と検索していただくか、もしくは滝沢ギターとかで検索していただくと、僕のアカウントが出てくるので、ぜひフォローしてみてくださいませ。そちらの方からでもです、リプライで。ご意見、リクエストお待ちしておりますので、ぜひフォローの上、チェックしていただきますと幸いでございます。それでは今日はそんな感じで終わりにしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。頑張ってね。じゃあね。